はいどうもこんにちは。 FM88.7MHz ラジオカーゴより送信しております。真っ昼間の日ということ本日も始まりました。ベーベンという感じでですね、こちらの番組の担当パーソナリティは埼玉県川越市を中心に各地で音楽活動しています、サニークラッカーというバンドのボーカリストミノルが担当しております。本日もよろしくお願いいたします。パチ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 イエイ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 という感じでですね、こちらの番組はですね 88.7MHz の他にスマートフォンアプリレディも JCBA インターネットサイマルラジオとかでね聞くこともできますので、詳しくはね、ラジオカーゴのホームページを要チェケラッチョーみたいな感じでよろしくお願いいたします。またですね、こちら、真っ昼間の独り言はですね、皆様からのコメントもお待ちしております。ハッシュタグ、真っ昼間の独り言、こちらチェックよろしくお願いいたします。で投稿もね、ハッシュタグ、真っ昼間の独り言、こちらで投稿していただけたら、皆様の投稿にニヤニヤしながら読みますので、ぜひともよろしくお願いいたします。ハッシュタグ、半角シャープマークですね、半角シャープマーク、真っ昼間は漢字3文字の独り言はひらがなですね、こちらでよろしくお願いいたします。またこちらね、私ミノル真っ昼間の独り言はですね、ツイッターとかねインスタグラムとか TikTok とか YouTube とかいろいろやっておりますので、ぜひともチェックよろしくお願いいたします。真っ昼間の独り言というふうに検索するとですね、ツイッターアカウントが出てきますので、そちらをフォローしていただけたらと思います。で、そこにですね、僕の、ね、個人のアカウントも紹介してやりますので、私の個人のアカウントもフォローしていただいて、そこからですね、ホームページみたいなのがね、リンクされておりますので、そこから見てね、YouTube とか Instagram とかね、もろもろね、フォローとかチャンネル登録とかしてくれたらですね、何が起きるか知ってますか？僕が喜びますということでですね、僕を喜ばせていただけたら嬉しいなと思います。もちろん皆様が楽しくなるような放送をしてい、きますので、ね、そちらをよろしくお願いいたします。という感じでですね、こちら真っ昼間の独り言はですね、2021年に3月スタートしたんです。その時は2時間番組として昼間のね番組でスタートしたんですね。だからこそ真っ昼間のっていうね番組のタイトルになっているのですが、それがですね、2021年の10月からは土曜日の夜にお引越ししましたが、番組のタイトルはそのまま真っ昼間の独り言で継続しております。すなわちどういうことかというと、一番最初にね放送したのが2021年の3月1日かな、とかだったので、今月で2周年ということですね。そして3年目に突入みたいな感じになるんですけども、まあ、ということでですね、去年もやっていたのですが、まあ、2周年ということでアーティストのセカンドシングルをですねちょっとピックアップしながらやっていこうかなと思います。ただですね、ただ単に2周年だけだとあれなので、今日はどちらかというとロック寄りな感じの楽曲にしようかなと思います。まあ、ロックといってもですね、わーってみんなで盛り上がるっていうのもそうなんですけども、どういう風な曲になっていくんだろうって聞き入ってしまうようなロックを今日はちょっとね、メインに流していこうかなと思います。でですね、2022年に僕はめちゃくちゃ改めて好きになったアーティストさんがいまして、そのバンドさんはですね、ヘルマン H&ザ・ペースメーカーズさんですね。おそらく3週間ぐらい前にね、ロックをテーマにした時に流したがアーティストさんの一人なんですが、そのね、ヘルマン H&ザ・ペースメーカーズさんももちろんのこと、ね、セカンドシングル流したいなと思いましたので、ちょっとね、この場で流そうかなと思います。本日のね、オープニングナンバーとして流そうかなと思っております。今ね、似たようなこと2回言ったのがね、自分でもちょっと謎なんですが、まあそんな感じでですね、今日もやっていくわけですね。で、まず1曲目のね、ヘルマン H&ザ・ペースメーカーズさんの東京湾というね、曲なんですが、まあ、ベイ・オブ・東京というのがね、歌詞に出てくるんです。これがね、またかっこいいんですよ。しかもね、そして忘れちゃいけないのがヘッドフォンとかイヤホンとかね、まあ、そういう風に聞いていただけたらもっと楽しめるのかなと思いますので、存分に音楽をね楽しんでほしいなと思っております。それでは聞いてください。本日のオープニングナンバーはヘルマン H&ザ・ペースメーカーズさんのセカンドシングル東京版。はい、ただいま聞いていただきましたのはヘルマン H&ザ・ペースメーカーズさんで東京版でした。かっこいいですね。
あの僕いつもねヘルマン H& ザ・ペースメーカーズさんのねお話をするときに被るバンドがいないって話をするんですよね。似たバンドがなかなかいないんですよね。こういうねあの独特な世界観っていうとねあれなのかもしれませんが、もうメロディーの付け方とかアレンジの仕方とかがもうね、え何が鳴ってんの、何が何の音が鳴ってんの、えどういうメロディーになってんのっていう風に僕ちょっと追って聞いてしまうぐらい、なんかなかなかない、アレンジだったりメロディーだったりして、もう本当に同じようなバンドっていう言葉がないぐらい僕が大好きなバンドさんです。こんなね素敵なバンドさんがこうやってねいるっていうのが素敵なことですよね、うん、先週もねちょっとお話をしていたのですけども、ヘルマン H& ザ・ペースメーカー2さんがね日本にいるともう安心だなっていうレベルでかっこいいと僕は思っております。そんな、ヘルマン H& ザ・ペースメーカーズさんのセカンドシングル東京版でした。はい、ということで次の曲を流していこうかなと思います。次もですねこのね真っ昼間の独り言ではね結構よく流していますくるりさんのね楽曲を流していこうかなと思います。このねくるりさんも天才と呼ばれているバンドでございまして、もうアルバム出すたびにジャンルが変わったりとか、あこういう風なアレンジとかこういうメロディーつけるんだとか、普通こういう風に来たらこうやって音上げるよね、でも下げるんだみたいなねよくね言われたりするんですね。音楽を研究している人からするとこれはすごい展開だっていうね、声もある一方、ただ単にね音楽聴いて楽しんでるっていう方からするとあ心地いいなーなんて思うと、このね2つのバランスがね綺麗に保たれているバンドさんっていうのはねそう多くないと思うんですが、このくるりさんはね本当にどんな曲をやってもですねくるりさんの色になってくるんですよね、うん、もちろんねそれがバンドサウンドであろうとピコピコしてねサウンドであろうとアコースティックなサウンドであろうとくるりさんの音になるんですけども、まあ、そんなくるりさんのセカンドシングルなんですが虹という楽曲があるんですね。でセカンドシングルでありまして、もちろんねファーストアルバムメジャーファーストアルバムのねさよならストレンジャーっていうアルバムにも収録されているのですが、このね虹という楽曲がまたなんといってもかっこいいんですね。でこの虹という楽曲に関しましてはメロディーが確かこれ2つしかなかったのかな、 A メロサビ進行なんですね。でこのね A メロサビ進行っていうね、ことなのですがニヤッとしてしまうポイントが結構多かったりするんですよね。でこのね歌詞の中でもあこういう言葉使うんだなうわーっていう風にね思うような言葉のチョイスがあったりとか、もうねもうニヤニヤニコニコしてしまう、そして目をまん丸くして聴いてしまう楽曲になっています。でこの時期はねまだバンドサウンドだったんですけども、ファーストアルバムの頃はねバンドサウンドの、楽曲だったんですけども、でもねこういう風にねいろんな音楽を吸収していろんな形でね、発信していくくるりさんは僕はすごくかっこいいと思っていまして、僕もねなんかいろんなことやりたいなと思っちゃうタイプの人間なので、やっぱりくるりさんの影響っていうのはあるのかななんて思っております。そんなくるりさんのセカンドシングルも聴いていただきましょう。それでは聴いてください、くるりさんで虹。はい、ただいま聴いていただきましたのはくるりさんで虹でした。というね世界観抜群ですよね。この曲初めて聴いたのはいつだろうな、多分高校時代ぐらいかなとか思うんですけども、このね曲を聴いた時にうわーと思ったんですね。先に言えばよかったんですが、この曲の入りからもすごいんですよね。ブワーンって始まるんですけども、この感覚がですね僕すごくねなんか印象深かったんです。当時今もね聴いてみてもねやっぱり入りからかっこいいなって思いましたね。はい、ということでくるりさんで虹でした。はい、ということでですね、今週もハッシュタグ真っ昼間の独り言をちょっと見ていこうかなと思いますね。ツイッターネームシュリミーダフィラブさん投稿ありがとうございますね。ミノルかつできる土曜夜のラジオ川越と書いてありますね。ミノルさんのロック好きと、ロック解除と書いてありますね。ロック解除、はい、そうですね。そしてミノルさん楽しませてくれてありがとうって書いてありますね。いや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 、こちらこそですよね。本当に僕は普段ですねライブというものをしていまして、音楽活動ね、ライブハウスとかね、いろんなところでライブをさせていただいておりますが、
ライブというものは分かりやすくて、歌を歌っていて目の前に聞いてくださってる方たちがいるという状況なので、誰が見てくれてる、誰が聞いてくれてるってのは非常に分かるんですよね。うん、なのでこの人にまずは、ね、歌が届いてたらいいな、思いが届いたらいいなと思いながら歌を歌うわけなんですが、ラジオってね、やっぱりそのね、目に見えないものだと僕は思っているんです、基本的にはね。なのでこういう風にラジオを放送している時にもたくさんの方が聞いていただいているというのはね、もちろんね、分かってはいることなんですが、でもこのようにね、コメントに残していただけると、目に見えて聞いてくれている人がわかるっていうのが非常に僕はやっぱ嬉しいなと思います。やっぱりそういうね、あの畑っていう言い方もあれなんですけども、ライブというものはね、そういう風に聞いてくれている人、見てくれている人が目に見えてわかる世界だったので、やっぱりね、ラジオを初めてやった時っていうのは不安がありましたね。ね、これで何も反応なかったらどうしようとか、誰も聞いてくれなかったらどうしようとかね、そういう不安とか心配とか、そういうものにね、追われながらたくさんね、あの編集したりとか録音したりとかしていたんですけども、ね、本当にこうやってね、聞いていただいている皆様のおかげで、どうにかこうにか私2年間続けられておりますので、3年目にも入りましたので、このようなね、ラジオになっておりますが、精一杯ね、目一杯やっていきますので、3年目のミノル、こちら、真っ昼間の独り言もよろしくお願いいたします。今週も、ハッシュタグ、真っ昼間の独り言、ね、投稿ありがとうございます。ということでですね、せっかくね、2周年ということなので、ちょっとね、ラジオについてのお話もしようかななんて思っているのですが、僕ね、普段どんな音楽聴いてんのとか聞かれることが多いんですね。で、こういう音楽が好きだよとか、こういう音楽を、ね、聴いてるよとかいうのもね、まあ、あるんですけども、ただ、とんでもない数の量なんですね。なので、そういうのも踏まえて、実は私、2020年の5月から21年の5月まで、1年間毎日、弾き語りでね、いろんなアーティストのカバー動画を出していったんですね。でもやっぱりその中でですね、僕が知ってほしいっていうのは、僕がカバーした歌を聴いてほしいのではなくて、やっぱ本人がね、歌っている曲を聴いてほしいなっていうのもあったんです。もちろんのこと。で、まあ、そうなってくるとどういう形がいいのかなと思った時に、このラジオという形があったなと思いまして、でね、人様の曲をね、YouTube とかで載せてしまうと、権利的に NG なんですが、ね、このようにね、ラジオ局でね、いろいろ権利的なことをカバーしていただいてですね、このように流すことができています。その代わり YouTube のね、聞き逃し配信のものは、音源の部分がね、ちょっとカットされているのですが、でもね、そうやって自分の好きな音楽をね、いろんな方に紹介できるとか、僕のね、ルーツになった音楽をいろんな方に聴いていただけるっていうのは、これなかなかない機会だと僕は思っているんです。なのでね、そういう形を通して、お互いのことを知っていけたらなと僕は思っております。ね。ラジオってね、素敵なものだなって僕はこうやってやっていて感じています。なのでね、このような形になりますが、ね、これからもね、真っ昼間の独り言を応援していただけたら嬉しいです。ということでですね、このセカンドシングル祭りなんですね、2周年ということでセカンドシングル祭りということで、本日最後に流しますのはザ・バックホーンさんを流したいなと思っております。ザ・バックホーンさんのメジャーセカンドシングルがですね、とんでもなくかっこよくて、空、星、海の夜という楽曲があるんですね。この楽曲バラードになるんですかね。その世界観がですね、ザ・バックホーンさんにしかできない世界観だと僕は思っていますので、ここで皆様に聞いてもらおうと思います。それでは聞いてください。ザ・バックホーンさんで空、星、海の夜。はい、ただいま聞いていただきましたのはザ・バックホーンさんで空、星、海の夜でした。初めて聞いた時にね、自分が息するのを忘れてしまうぐらい熱心に聞いてしまったのをね、思い出しました。本当に美しい曲ですよね。はい、そんなことでですね、セカンドシングル特集という形でね、2周年という形でね、やっているわけなんですが、
そろそろお別れの時間となりました。まあ、来週もねセカンドシングル縛りでちょっとやっていこうかなと思いますので、来週もぜひともよろしくお願いいたします。そんなこんなでね、真昼間の独り言、こちらの番組のパーソナリティは埼玉県川越市を中心に各地で音楽活動していますサニークラッカーというバンドのボーカリストミノルが担当しておりました。また来週も独り言に付き合ってくださいね。それでは皆さん、また来週、さよなら、バイバーイ。